皆さんこんにちは、スポーツニッポン千葉ヒロです。さあ始まりました、おいしい競馬はい、ということで、今回も週末の重賞レースの予想をしていきたいと思いますですね、はい、もうね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、うん、まあ、出てきてるんですけど、まあ、この番組月に1回、ね、日本まとめ取りしておりまして、はい、まあ、気づいてなかったら絶対ないと思うんですね、まあ、前回収録したのはちょうど約1月前、うん、ね、アイビーサマーダッシュ、そうですね、はい、から1ヶ月経ちましたけども、はいはいはい、どうですかね、夏競馬、夏競馬、まあ、オリンピックとね並行して夏競馬、まあ、やってましたけども、別に、まあ、夏競馬自体はもう例年通りですね、頼りない一番人気激走する穴馬、かといって配当がそんなめちゃくちゃつくわけじゃないことも多いっていう、そんなよく荒れてんな、でもまあこんなもんかなという感じの例年通りの夏競馬が、まあ、展開されていると思います。なんでこんな状況なんで時間にね、うん、こう打ちにくいそうなんですよね、うん、まあ、そんな中ね、千葉さんにはいろいろこの YouTube だけじゃなくて、うん、ロガールの方の、はい、ノートでね、予想を披露しております。はい、予想プランを書いていただきました。はい、でですね、スタッフたまたまこの間スポニチの紙面を見ていて、はい、おやっと見つけたんですよ、スポニチさんにですね、はいはいはい、この馬券こう当てたってい う, こ う, そうです、ね、地盤語りの特集紙面がございまして、そうですね、こういうコーナーありますね。千葉さんがものすごい万馬4万円の万馬券を的中してるっていう自分の予想のこう、はい、どう考えたかをこと細かに語ってらっしゃって、語りました。我々そこであれそんなのあったっけと、はい、これの中で見た記憶がないぞと、はい、思いまして、あれこの LNS の時ってあれレパード S 書いてなかったかなみたいな。そうですね、レパード S で書きました。はい、この自信のある、自信のあるのはレパードだった。そうそう、まあ、ね、レパード S とレムルムス、まあ、どっちもダートのレースで、僕ダートのレース好きなんで、まあ、どっちにしようかなって一緒に思ったんですけど、やっぱね、3歳ダートのこうわけのわからなさにちょっと惹かれてしまいまして、コラムの方は、まあ、3歳ダートのLMSじゃなくてレパード S で書いて、あ、そうそう、レパード S ってそのネタもね、レース名が、ヒョウだとかそんな話があったりしてね、ちょっとネタも広げやすかったんで、エルム優先でね、そうエルム2レかって言って 2レからなんか思いつくことなかったんで、まあレパードにしたんですけど、まあレパード S はちょっと撃沈、うん、エルム S はなんかね4万3連複4万的中というね、大変申し訳ない結果になりました、はい、ぜひね、今後できればもうネタ優先ではなくて当たる方優先で書いていただけるとそうですね、はいはい、気持ちはね、気持ちはもう、そういつも本当にねもう当てるつもりでいるんですけども、本当申し訳ございません、はい、そんな中で今回また、はい、素敵なゲストの方に来ていただきました、この方です。はい、どうもインサンジョンソンジャイです、よろしくお願いします。いやいや、はい、天馬さん文句言った方がいいですよ当たる方優先って分かるわけねえじゃねえよそうなんですよね、事前にね、 それは終わってから当たる方優先でお願いしますよってそれ言われても困るでしょ、いや、まあ、そうしますじゃないですよ、はっきり言わないとダメですよまあちょっと僕もね、今ね、そう、いやいや分かりませんよってちょっと話がまた並びしちゃうかなと思って ね、 っね、内心はそう思ったってことです、内心はそう思ってました、はい、はい、苦労しないよ当たるの分かれば、ね、はい、まあまあ、これね、こうコラムとか見てらっしゃる方とも、うん、とかね、この放送見てる方って分かると思うんですけど、はいはい、競馬って、まあ、そもそも100発100中じゃないんですよね、いや、むしろ的中の方が低いはずなんですよ、そうなんですよ、はい、まあ、実際のところ100発10中ぐらいいけば結構優秀で、いや、そうですね、ね、でそれでその中でいくら儲けるかっていう、まあ、のがまあ大事なところなんで、うん、まあ、当たる時に頑張って乗っていただきたい、そうです、感じですね、まあ、全然当たんないコラムじゃないんですよ、ちょくちょく当たっているんですよ、いやいや当たってないとは言ってない、うん、ちょくちょく当たってるんですけど、はい、その時に乗れるかどうかっていうのがまたこれね難しいところですよね、だから僕もあるんです、その、うん、ツイッターとかでちゃんと当たり馬券とか、はい、的中画面とか出したりするんですけど、しますよね、うん、いや、早めに、ま、買う前に出してくれとか言うんですけどいや、買う前は俺も当たるかどうか分かんないし、当たんないんですよ、ね、で、なんかそうやってだったら負けた馬券も出してくれとか言うんですけど、俺がツイッターに負けた馬券載せたところで誰がどうリアクションするんだっていうそうなんですよね、この辺がね、こうだからあれですよね、こう世の中もしかしてジャイさんって全部当てて億万長者なんじゃないって、そう、ね、そのイメージがあるらしくて、うん、なんか多分初心者の方なんでしょうね、うん、だから僕が予想してなんか初めて乗ったみたいな、はい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 、え、外すんですかみたいないや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 
いやいやいや、そんな毎回当たってたら俺もめちゃくちゃお金持ちになってる。そう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 、こんなことしてないっていう。してないですよ、はい。そうなんですよ、当たることももちろんあるし、儲かることももちろんあるんですけど、しかもまあジャイスの場合はあの桁もだいぶ普通の人とは違うんですけど、はい、それでも、ね、100発100中じゃないっていうか、むしろやっぱり2で割れ外れる方が絶対多いんですよね、そうですね、競馬は、はい、100発100中の買い方をしてたら勝てないんですよ、むしろ。そうそうそう、これはまたね、この辺もまたこうお話いろいろしていきますんで、その辺掴んでいただきたいなと思います。はい、はい、で、まあそうそう、でもまあそのジャイチューブの方ではね、うん、アソステークスっていう、まあ、僕もあの大好きなダートの、はい、僕らのダートのレース、はい、土曜日ですね、土曜日ね、8月14日の、はい、でもう急遽なんですけれども、うん、あのまあ、土曜日配信してなかったんですよ、要は日曜の、重賞を土曜日に収録してっていう話だったんですけれども、まあ、ちょっと実験的にやってみようかみたいな流れになって、はい、まあ、見てくれる人も多いんで、はいはい、もう15時から生配信でやったら、そのアソステークスが、はい、1着が敬愛パープル で、そうですね、まあ、2着が、2着人気の馬でしたね、人気の馬だったんですけれども、はい、3連単で2800倍、あ、2800倍2800倍ですよ、2828万ですよ、そうそうそう、それ100円28万ですよ。で僕はまあ300円があったんで、まあ80何万だったんですけど、うん、やっぱその配信を見てた方が当たりました当たりましたっていう、なんなら1000円買ってましたっていう人もいて、はい、マジでそう、これ元は何倍だったんだろう。いやいや本当そうですよね、うん、これ僕あの K.I. パープルってすごいちょっと実は、結構ひいきの馬で、あ、まあ、そうなんですよ、ひいきの馬でなおかつこの時本命にしてないっていう最悪の結果なんですなんでねそのね、うん、よくこのレース覚えてるんですけど、はい、そもそもね K.I. パープル売れる要素がまああの、うん、普通に見たら売れる要素があんまなかったんですよね、うん、で、結果見た時になんか俺ちょっとこれ安くねえかと思って、3着萩野アトラス粘ってるし、これなんぼつくんやって言ったら28万って、まあ夏競馬的にはまあまあ常識的な範囲内やったから、あ、こんなもんなんかみんな馬券うまいなとか思ってたんですよ。あんたか、違うんですよ。いや、なんならあのこの馬券を買ってた人が、なんか当たったら、僕の YouTube 見てないでですよ、当たった人がいて、あれなんかオッズ低いなって言って、その後にジャイチューブを見たらしいんです、その人は。ああだからだみたいなことを言って、まあそこら辺はご迷惑をおかけしましたけど、いやいやいや、まあまあその分 ね、 面白いところですよね、当たった人もだいぶ多いんで、うん、もう馬タンとかね、はい、馬連とかワイドとかも結構もう本命対抗だったんで、うんうん、1、2着がだから、まあまあ皆さん当てられて、まあ良かったな、良かったですよね、良かったですか。生配信で80万とかおかしいですよ僕それはまあその何十万って当たることってありますけど、はい、うん、その生配信ですよ、生配信やってて、まあ で、 ね、はい、でもまああれですよね、これは競馬最強の競馬の、はい、あの競馬場の達人とかもね、あ、そうですね、考えてみたら500万とかやってましたもんね、はい、まあ、その辺はね、なんなんですかね、もうあんまあの予想がどうのこうのというより持って生まれた星の強さかなという気はしないでもないんで、ね、だからジャイジュープのスタッフもあのアソステックス乗って、うん、2人乗って28万ずつ買ってましたから、はい、いやいや素晴らしい、はいはい、他もね、なんかあのレパード S 小倉記念、関谷記念、いずれもその結果をしているということで、はい、まあ、人気だったんですけれども、うん、まあ、名勝村雲はまあ間違いないと思って本命にして、はいはい、で、よく見たら分かるんですけど、あのこのスイープサポートも結構、ジャイチューブ内ではあの紙には書いてなかったんです、結構押してる馬だったんで、うん、でレプンカムイはあの推奨馬で結構これも当てたっていう人は結構多かったですね、うん、はいはい、まあ、こんなに当たる YouTube があると本当ね、一応僕らももうその予想で仕事にしてるんですけど、はい、大変っすよ本当にまあそうですね、うん、まあ、まあまあまあそのようなことなんで、はい、この夏もまあみんなで楽しみましょうという、はい、そうですね、感じですね、はい、で札幌記念、まあまあ一応夏のね、はい、こうクライマックス感はありますよね。そうですね、あとはまあまあなんだろう、春と秋をつなぐというか、うんうん、要は一流馬がなんかステップにするイメージはあります。だから僕もダビスターとかでもやっぱ札幌記念使ったりとか、はい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 、今の馬娘とかでもそうですかね。まあそうですね、なんかね、夏3回
やって、うん、もう体力少ないから札幌みんな使っとこうみたいなね、そういうような感じの、はい、なんか夏の、ね、終わりの方に秋につなぐブリッジのレースですよ ね、うん、そうですね。でどうですかその過去札幌記念のイメージっていうのは。あ、馬券的な話ですけど、馬券的になんか別に大した思い出はないですけど、ね、そうです。だってこのレース基本硬いんですよね。そうですね、あんま大荒れしないんで、うん、まあ、G1 馬がね指導してくるということで、うん、結構その G1 馬が割と安定した成績残してる。そうですね、はいはい、なんか強いレースしてますし、うん、荒れる感じはないです、ね、うん、僕もね、あの去年はノームコアで当たってるんですけど、うん、はい、まあまあそんなにベラボーな配当じゃなかったですし、はい、そもそもそうずっと振り返っても、まあ、思い出深いレースはあるんですけど、うん、ファインモーション強かったなとか、はいはいはい、低モーション強かったなとか、はい、そういうのはあるんですけど、すげえ儲けたっていう感じではないですね、うん、なんか G1 馬が出てきて、ね、強いレースして、うん、あ、秋楽しみだなみたいな感じの、そういうレースだと思います。まあ、今年もまあそういう意味では、いい馬出てきてますよね。そうですね、うんうん、まあ、ただまあどうなんですかね、やっぱりピークかって言ったら、うん、なんかそうとも思えないし、ね、はい、うん、まあでも階段上る途中ぐらいですよね、うん、そうですね、上がっていく途中ぐらいのとこですね。まあ、ただソダシの参戦はまあ割と、まあ、この札幌記念を面白くする要因の一つではないかとは思いますね、うん、そうですね。なんかソダシ、こう、まあ、大花賞馬がまあ ここから始動するのも珍しいですし、はい、なおかつまあ相当人気しますもんね。まあ、おそらく2番人気かなっていうイメージです ね、なんで、はい、3歳牝馬がどれぐらいやれるかみたいなのも、はい、鍵になると思います。まあ、そもそも、まあ、この札幌記念難しいところで G1 馬が出てきて勝って、あ、強かったねって、また秋活躍もするねみたいなレースもあるし、うん、なんかここがピークだったっていう馬も実はいたりしてね。あ、なるほどね、はい、うん、その辺の見極めが、まあ、面白いところではありますね、はいはい、ではね、そうです、この、まあ、札幌記念で、どうですかね、ジャイさん、この今回注目している馬というのは。僕は、出しちゃっていいですか、はい、一応現段階ではこちらですね、里野セシル、セシルですよ、はい、里野セシルです、はい、これはね人気そんなしないですよね。しないですよね。ただ、まあ、うん、ルメール人気がどうかというぐらいなんですけれども、まあ、そこら辺で、まあ、人気もそこそんなにしないと思いますし、まあ、クラスとしては、まあ、このクラスでいうとやっぱ格下にはなります、ね、なるんで、ね、はい、ただ、まあ、まあ、前走クイーンステークスで、うん、まあ、3着来てるのと、あとその前のやっぱ東横特別が、まあ、割といいレース内容だったかなと思いますね。東横強かったですね。そういえば強かったですね。あ、まあ、逃げて最後追いかけられそうなところを、まあ、さらに、まあ、差を縮めずに、うん、そのまま駆け抜けるという感じで、まあ、ああいうレースができれば、で、内枠入ったっていうのと、はい、あとはそうですね、札幌が、まあ、2周目なんで、はい、まあ、通常は5周目ぐらいに置かれて、オリンピックの関係で空いてますからね。まあ、割とうちの馬場もそんなに傷んでないということで、まあ、内枠が例年より、まあ、例年も内枠有利だと思うんですけど、例年よりさらに有利に働くんじゃないかなということで、でね、うん、はい、じゃあ今のところ注目です。そうですね、里野セシルはね、多分どんなに人気しても6、7番人気、もうちょっともしかしたら安くなるかもしれないんで、はい、まあ、いいとこなんじゃないかと思います。あとは僕が本命にするかどうかってジャイチューブで言っちゃうと、ジャイチューブで、その辺またジャイチューブにもご覧になってみてください、はい、で、私の方はですね、すいません、ちょっと硬いんですけど、こちらで、まあ、つか1番人気か、まあ1番人気でしょうね、香港勝ってきてますしね、うん、ラブズオンリーユー、うん、てか、まあ、このまま、そのこの間の香港えらい強かったんですけど、はい、もう3歳の頃もうちょっと頼んなかったんですけどね、なんかパンとしたなという感じがします。もともとね、まあ、オークス勝ったのはオークスの流れも、まあ、展開も向いたし、条件も良かったのもあるんでしょうけど、この札幌記念みたいにちょっと自分から動いて速い足を使えるみたいなのが有利になるコースが向いてんじゃないかなと思ってたんで、ちょうどぴったりのところに使ってきたなっていう。で、この後はアメリカ遠征の予定なんですよね、うん、はいはい、なんで多分小回りのここ使うっていうのもあると思うんで、まあ、そうなったらそのね、まあ、遠征するだから、さっきもありましたけど、そんなパンパンの仕上げじゃないと思うんですけど、うん、
まあ、遠征しようかっていうんであれば、まあ、格好はつけないとなっていうね、うん、なんかガバッと負けてじゃあアメリカへっていうのもなかなかね、大変でしょうから、まあ、人気ではありますが信用しても大丈夫かなというふうに思います。なんか一応まだまあ決まってはないですけど2、3着小手ぐらいで買ってみようかなっていうのがありますね。すげえわかりますねでなんかうまい2着にしてアメリカでさあさらにっていうのもこれも全然あるのパターンですね。で僕も実際ね枠がねソダシとラブゾーンリュー逆だったら、うん、ラブゾーンリューはまあ紐かなと思ってたんですけどソダシ大外引いちゃったんでね、はいはい、わざわざ俺あのソダシ色だと思ってシャツまで買ったんですけど、おう、うん、これ本命白いの白いシャツ買ってこようって白い T シャツ当たり前にあるしなんなん俺も白だまあまあそんなねあのネタも入れつつですけどソダシでもこのままね今年あの秋華賞阪神なんですよ、はい、あの京都今開始してるんで、はいはい、多分ね秋華阪神の2000の秋華賞とかソダシめちゃくちゃぴったりだと思うんですよね。お確かにそうですね、ね、うん、京都でもまあもちろんいいんですけどもう阪神の坂がちょっとパワーいりますよみたいなコース、うん、もうエラ向いてると思うんで多分ねここ使って秋華賞直行で、今年の3歳牝馬のメンバー見た時にちょっとねそのもうどうかなソダシでもういいんじゃないのみたいな感じには、まあ、ユーバレーベンがねどういう風になってるかは置いといてですね、ちょっとね有利な秋華賞だいぶ有利だと思います、秋の活躍もまあある程度期待、ちなみにその当然ですけどエリザベス女王杯も今日阪神でやるんで、はい、まあソダシ、まあ、馬的にもね阪神と京都やったらまあそら阪神の方が向いてんじゃないのっていう馬ですから、まあ、ここちょっとお姉さんに譲ってもらってですね、秋頑張ってくれという感じではありますね。うん、あまああとはどうですかね距離が若干長いな、うん、まああの桜花賞とオークス見てたらあの明らかに2400長かったですしね、うん、2000もまあ微妙は微妙ですけどまあ大丈夫じゃないかなとは思うんですけどね、ちょっとただあの馬も背が伸びてね、はいはい、だんだんあのこう前向きさも出てきてるんで、うん、本質的にはもうマイルぐらいがいいのはいいんだと思います、うん、あでねあとあのさっきもありましたけど今年札幌がまだ、始まって2週目ぐらいなんで、うん、内枠確かに里野選手でもそうですし、うん1枠1番のステイフーリッシュ、はいはい、こちらもね、だいぶ有利なんじゃないですかね。まあそうですね。でうちでうまいことレースするのができる馬ですしね、うんステイゴールドサンクってもう6歳が一番最後でこの最終世代な最終、まあ、これより1個下がいたんですけど引退しちゃったんで、うんステイフーリッシュの世代が最終世代でステイゴールドってね今9畳ほど重賞制覇してるんですけど、うん、競馬場、はい、札幌だけ勝ってないんですよ。あそうなんですね。意外なことに、でまあステイフリッシュ6歳、まあ、来年もまあ走るでしょうけど、うん、多分ねこれあのステイゴールド10畳重賞制覇のラストチャンスかなとは思いますね、うん、まあそういうようなところでラストチャンスをものにするような種牡馬ではあるかなと思うんですよね、うんうん、ステイゴールド自体がね。はいじゃあまあちょっと解明を発表していきましょう。はい、皆さん解明を教えてください。まあ今のところ現時点なんで、はい、ちょっとざっくりなんですけど、一応まあこんな感じですかね。あ、これいいサタノセシル、はい、あのラブゾーンリユーの二頭軸マルチで、まあ九頭ぐらいかなと、はい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 、まああの残りの馬はまあオッズとか見ながら削っていく形 で、ねうん、で。すげえ絞るならさっき言ったようにラブゾーンリュー 2,3 着マルチにしないでっていうパターンもあるかもしれないです、うん、あまあオッズ次第で、はい、これがねこの解明のねが大体あれですよあの本命以上にポイントですよね本当 に、 そうそう ジャイさんの解明をね、うん、一つ参考にするのは僕はあの勝ち組に回るために非常に大事なことじゃないかと、うん、あのジャイさんの本とかにもねそういうようなこと書いてある、まあ、あのやっぱ予想うまいのとあの馬券がうまいのってまた違うんで別なんで、はいこういうふうな買い方をしているというのはねぜひ参考にしてみてください。はい私は3連単フォーメーションさっきありましたように、うんステイフーリッシュとラブゾーンリユーを1着固定、うん、で、2着に、ステイフーリッシュラブゾーンリユーソダシ、うん、で、3着にハットぐらいと、うん、まあなんとなくこんな感じで攻めると、まあ、だいぶ硬い感じですかね。だいぶ硬い感じですね。まあ札幌記念なんで終わりまではっていう風 なイメージで、馬券の構築しております。まあ、4、13とか来ると、まあ、ちょっと跳ねる、ね、ちょっと跳ねるそんな感じですね、はいうん、はい。
願いいたします。113か、113ね、113でちょっと跳ねます、うん、ステイフリッシュがどこまで頑張るかというところですね。そうですね、はい、はいはい、まあ、皆さんもぜひ、今回の、まあ、予想を、ね、参考にして乗るもよし乗らぬもよし、はい、買い目の、ね、買い方と参考にするもよし、それで、まあ、札幌記念をチャレンジしてみてください。まあ、じゃあ、まあね、もうちょっと話しても大丈夫ということなんで、なんか他に注目馬とか。そうですね、どうですか、まあ、そうですね、ペルシアンナイトとか去年2着、あ、そう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 、去年、まあ、まあまあの配当になったのはこれが2着来てくれたからですよね。まあそうですね、何番に7番人形やったっけ。そう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 、まあだから去年はハービンジャーで、ね、決まってるから。そうそうそう、ハービンジャー、あ、はい、ノームコアもハービンジャーだ。そうですね、ハービンジャーとですね、そう言われると今年ブラストワンピース出てきてますけどね。そうですね、だからこの今年もハービンジャーハービンジャーとね、うん、ハービンジャー、あ、でブラストワンピースってもう俺も1枠のイメージしかなくて、うん、一昨年ね札幌記念勝った時最内から強かったですよね、はい、あの後ね、フランス行きましたね、うん、で帰ってきて、まあ、前走の鳴尾記念ちょっと3着頑張ってるんですけど、はい、ちょっと一時の感じはちょっと現状ないかなというブラストワンピース ね、うん、そうですね、割とこれも好きなまではあるんですけども、まあ、ユニコーンライオンがね、実装2着来ましたけど、高田塚、うんうん、ただめちゃくちゃ離されてますから、めちゃくちゃ離されてる、あ、まあそう、クロノジェネシスが宝塚記念勝った時に、うん、はい、あ、これ凱旋門賞ってメンバー弱かったらもしかしてクロノジェネシスチャンスあるんじゃないのって思ったんですよ、うん、はいはい、したらなんか今年ちょっとこの何年かでも多分一番強いぐらいメンバーが強くて、あ、凱旋門賞、なんかね、ヨーロッパの3歳の強いところが、まあ、まあ大体なんか1頭ぐらいいなくなったりするんですけど、はい、ね、怪我とかで今年なんかみんな順調で、なおかつどれもこれも夏のコバ相手とかで干渉したりしてて、いやー、クロノ姉さんね、本当はあの日本馬で頑張ってほしいんですけど、まあ、馬子ですしね、まあ、そこら辺は合ってるんじゃないかなと、うん、思うんですけどね、まあまあ、あ、それ凱旋門賞のバケットも買います？いや、売ってるなら買います。売ってますね、はい、今年も売ります、はい、今年も売りますんで、ジャイさん買うそうです、はいはい、ヨーロッパでのオッズがあって、凱旋門賞とかで日本でのオッズがあって、はい、こうだいぶ差があるんですね、実は。まあそうですね、日本が、まあ日本だと日本馬が売れるとか、うん、逆にその意外な馬、そのヨーロッパでちょっとアラニクジの馬が全然人気なくてみたいなね、なんで、あれ、まあ、2つオッズがあるやつはそのオッズの感激をつくみたいなこともね、まあ、1つの馬券方法だから、そっちで買える、まあ、あ、いろいろ向こうにいればね、フランスにいればフランスに行かなきゃいけないそうなんですよ、割り食うと思ったの。いやそのあ、これ待って、こんなにつくんだったらフランスに行こうっていう人多分いるんです、まあ、今でもちょっとね、なかなか外国行きづらいですしね、そのオッズで、オッズでオッズで行く人いるから、いやオッズだけでいたら面白いなって話ですけど、まあ、でも行ってる人がいたら頼んだよね、うん、そう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 、そんなんもね、あって、まあ、なんか凱旋門賞の馬券が、まあ、買えるようになっても何年か経ちますけど、うん、若い頃そんなことちょっと想像もしなかったですもんね、日本で凱旋門賞の馬券が買えるとか、ね、うん、確かに。まだね、いろいろとこう、あれも JRA もまあ頑張ってくれてるんですけど、手広げすぎて、オーストラリアのこの G1 売るんだみたいなレースに行ってくれて、大変、まあ、ありがたいっちゃありがたい、ファンの人としてはありがたいんですけど、あれ、紙面作る人としてはね、あれ大変なんですよ、外国馬の箱作るの、まあ、情報とかも。そうそうそう、まあ、あのデータは、ね、一括して、割とちゃんとしたのがもらえるんですけど、それをちゃんとこう紙面の形に入れ込まなきゃいけなくて。外国のオッズってブックメーカーじゃない、外国のブックメーカー、ね、でだからオッズ決まってんだよ。そう、いわゆるあれですね、事前予想みたいな形で向こうがブックメーカーがオッズ決めてっていうやつですね、いろいろデータがあるんですけどね、またそれいろいろ入力しなくちゃいけなくて、あのなんかね、凱旋門賞自体は嬉しいんだけど、凱旋門賞の準備をするのは嫌みたいな。それは頑張ってください仕事いや、そうもう仕事の中でもね、あの凱旋門賞自体は毎年楽しみなんですよ、レース見るのもね。で、もう凱旋門賞のあれまたデータ打ち込むのかみたいなのがあると、またガクッとくるみたいな。ちょうど季節、ちょうど今ぐらいからね。ただの仕事の愚痴ですそう、
大変なんで、あの紙面とか見たら、あ、こうやって頑張ってんねんなと思っていただけたらなって、それはね、ぜひ、はい、思って、まあ、参考にしてくれたらっていうか、あの参考になるの出たらちゃんと載ってるんで、はい、僕の手柄じゃない、僕打ち込んでるだけですから、あの JRA、大体 JRA のおかげなんですけど、ちゃんと参考になるデータが入ってますんで、それぜひ参考にしてみてくださいという感じで、はい、今年はだから、あのヨーロッパの強い山菜と、日本馬もね、クロノジェニシスっていう、まあ、現役最強級の馬が今行きますんで、ちょっと楽しみだね。まあ楽しみですね。うん。素人目で見てる凱旋門賞とかと中継してると、うん、なんかいわゆる日本の競馬場がってやってるレースよりもなんかすごくスローに見える。広いからじゃないですか。そういう意味で。いや実際ね、あのフランスのレース自体が、ペース遅いです。全体的に。で、馬場もね、うん、あれだし、そう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 、馬場も重いし、うん、ペースで。あれよくなんか日本がスローペース症候群みたいな話昔ありましたけど、うん、なんかフランスなんか目じゃ、その日本なんか目じゃないぐらいスローばっかりですしね、あの上がり30の33秒台とかばっかりのは面白くないっていう人もいるかもしれないけど、フランスもそうですから、うん、ただあのフランスね、雨が降るとね、あの馬場がくっそくそ重くなって、なんか とんでもなくパワー競馬になったりするんで、その極端ではありますね。またコース形態もね、特殊です、ね、特殊日本で考えられない考えられないようなコースいろいっぱいヨーロッパありますし、パリロンシャンもちょっとね、ちょっとなんか変わってますよね。変なところに直線があったりして、いわゆるフォルスストレートって言って、またそこからコーナーがあってまた直線があるみたいな形で、なんでね、なんとなくね、そこであの抑えたりするんで、ゆっくりには見えるかもしれないですね。あとまあ、札幌記念もまあもう終わりの方なんですけど、はい、そういえばね、今年の夏 の北海道って、うん、もう横山ブラザーズって言ったらなんかあの笑いのコンビみたいですけど横山武と横山和の2人がね、はい、なんかほんまよう切ってましたよ ね。そうですね、うんうん、ということでね、あの、まあ、ルメールがあっち行ったりこっち行ったりしてたのもあるんで、うんうん、それほどね、その北海道でバンバン読めるばっかりっていうこともなかったんで、はい、横山武と横山和、うん、この兄弟、お兄ちゃんが和です、うん、この兄弟、大体、1日何回か来てるんで、まあ、北海道ではもうあともうちょっとありますんでね、この横山兄弟ずっと注目しておいていただけたらと、思います、はい、札幌記念でもね、まあ、当然ペルシアナイト、はい、怖いところ乗ってますんで、うん、期待してみてください、はいはい、今回私が予想した札幌記念のレース展開や買い物など詳しい情報は、ロガールのノートでも公開しています、ぜひチェックしてみてください、うん、そして今回お届けしましたジャイさんの予想は、はい、この収録時点のもので、はい、またいろいろとね、はい、変わったりしますんでね。そうですね、まあ、これも生もんですから馬券は、はい、で僕 YouTube やってるんで、ジャイチューブの方も、はい、まあ、とんでもないことになってるんですが、まあ、そこら辺はジャイチューブの方でお知らせします、はい、ジャイチューブの方で、いろいろとご説明があると思いますんで、はい、それちょっと確認してみてください。お願いします。北九州記念もそうします、ジャイチューブ。あー、分からないです。ちょっと、まあ、そこら辺もちょっと、はい、ちょいちょい告知しますんで、ぜひ、はい、ご覧になってみてください、はい、で次回の配信もまた、ジャイさんに出演いただきます、うん、ぜひ来週もご覧くださいませ。それでは皆さん、良い週末を。さよなら、さよなら。